DJ トミーのビーズ TV。 マスクを外した。皆さんこんにちは。東方ビーズ、インスタライブを始めたいと思います。聞こえますか？今日は9月の、19日、そごうの9階の催事場で行っている、広島ハンドメイドフェア2のまたレポートをしたいと思います。いろいろインスタライブを勉強してますが、皆さんご機嫌いかがでしょうか。3連休の中日ですが、皆さんご機嫌いかがでしょうか。聞こえてます、ありがとう。聞こえてますというふうなコメントいただきました、ありがとうございます。昨日と、一昨日だったか、先一昨日だったか忘れましたが、一方的な、インスタライブをやってしまったので、今日はちょっとね、なんかこう双方向でトライをしてみたいなというふうに思ってます。だいたいブース今日はもう今4時半なんですが、お昼ぐらいからねたくさんお客さん来ていただきましたが、ちょっと今お客さんの数落ち着いたところでインスタライブを今始めてます。ちょっと昨日一昨日はこの商品のこんなもんが置いてますよみたいなところを流したんですが、ちょっとこうね、ちょっとお客さんを映すとなんかダメみたいなんで、ちょっとブースの、パネルみたいパネルをね、こうこんなパネルが今やってます。ガラスビーズができるまでっていうね、こういうパネルを今回は、やってます。おこれは工場の粉、中染めっていう工程と、これメッキの工程の写真ですね。ちょっとこう見えやすいようにやってみたいと思います。これね、本来であれば11月3日にですね、オープンファクトリーがあるんですが、今年はちょっとできなさそうなんですが、また皆さんにね見に来ていただける機会をね、ぜひ作っていきたいなと思いますが、こんな感じで、工場作ってます。これは映ってない、こっちか、はい、このパネルもね、これビーズを切断してる工程の写真パネル、ちょっと引くと綺麗かな。はい、こんな感じでやってます。で、また今度ぐるっと回る、はい、こんな感じで工場のパネルがあります。これちょっと逆にすればよし、まあ、あ、これは映しやすいわ。はい、こんな感じで、これ元洗いの工程と言いまして、これね、ビーズを、丸める際にですね、切断した後に丸める際に、炭をまぶして、まあ、焼いていくんですが、ビーズが炭につき、ビーズの周りにね炭をいっぱい、まぶされるので、それをきれいに洗ってる工程ですね。うちは広島市朝北区大林ってとこに、工場があるんですが、まあ、この前も大林の、大林というか、広島市内かなり大雨降りましたが、山に囲まれた本当に自然豊かなとこなんですね。でものすごく綺麗な、湧水がたくさん、湧き出てる地域なんですね。なので、工場ではこうやってビーズを洗う工程が結構たくさんあるんですね。工程ごとに何回も何回も洗ってですね、綺麗なビーズを作り上げていくんですが、その時に、たくさん綺麗な水が必要なので、まあ、この水も結構綺麗ですね、これね、まあ綺麗な、このまますくって飲めそうな感じがします。はい、これは工場の、溶融炉というところの写真ですね。だいたい10時間以上ですね、
ガラスを原料が溶かして1300度で10時間以上溶かして、いきます。はい、溶油、あ、来ない、10時間以上、約20時間って書いてます。はい、すいません。はい、それをですねこんな感じで溶かしていきます。的なパネルがたくさんあります。おっと、いろんな人が映るとちょっとダメなんですね。はい、はい、今日はこんな感じで、うちはこのビーズ、東方ビーズもなかなか、今、ビーズでエンターテインメントということでここにこういうパネルがありますが、皆さん DJ トビー聞いてもらってますでしょうか。 DJ トビーがですね、ラジオをやってます。こういうラジオなのに YouTube 登録お願いしますと書いたのはちょっとあれですけども、 DJ トビーのビーズラジオっていうのをやってます。2021年は東方ビーズはエンターテインメントというのをテーマにして、まあ、ネットを中心にですね、まあ、いろんな、エンターテインメント、まあ、ビーズはそもそもエンターテインメントだということから、今年はいろんなことに挑戦していこうということをやってます。そういうことで、今ビーズマーケットオンライン、こちらも今いろいろ強化して、若干ねたくさんお客さんから注文いただいているので発送がちょっと遅くなってるかもわかんないですけど、ご容赦いただけたらと思います。で、Facebook のページ、今皆さんいただい見ていただいている Instagram、 東方の公式 LINE、 あとこれ LINE のオープンチャット、ビーズを楽しむ会ということで、まあ、いろんな皆さんがいろんな、ね、情報交換していただけるんじゃないかなということでやってます。あとツイッターもぜひ登録してみてください。さまざまな情報をお届けしています。で、最近は今ミンネさんにも、公式限定ショップというのをやってですね、なかなか普段ネットショップで持ってないようなものをいろいろオープン、販売させてもらってます。ちょっとずつお客さん、お客さん見ていただいている人が増えてきましたが、ありがとうございます。この前からご案内しましたが、こんな感じで、今回ね、現役の大学広島の大学生、いや広島だけじゃないか、広島出身の大学生2人にですねインターンシップに来てもらいました。工場見学でがで分かるビーズの裏、出ても大丈夫、はい、あのインターンの2人がここ来てくれてます。はい、清水さんと勝野さんです。あー、かわいい。ああかわいい、あ、若くてフレッシュな2人がですね、工場見学をして、でいろいろ、レポートを書いてくれました。せっかくだから、どんなところが印象に残ったかみたいなところを、じゃあちょっと説明してもらおうかな。はい、清水さん、じゃあお願いします。私が印象に残ったのはこの着色工房っていうところですね。なるほど。こういうところで色をつけてるんだっていうのを今まで知らなくって、うん、もうまずこの見た目がすごくインパクトがありますよね。いろんな色が混じってて、うん、すごく強烈で印象に残ってます。なるほど、はい、アートだよね、これ。なんとなく、はい、アートですね。綺麗だね、見ようによっては。そうですね、はい。じゃあ勝野さん、何かありますか、面白かったところ。はい、2つあるんですけど、まず1つ目がこの職人の技という部分で、はいはい、その、やっぱり製造される職人の方々がその一粒一粒あのルーペで確認したり、あとここにあるこの道具、はいはい、道具ね、これを使用してこう、はい、しっかり一つ一つ丁寧に確認しているっていう、その手間がかかっているっていうところがすごい、やっぱりなかなかちょっとなんか機械でやってるのかなって私もちょっと、はいはい、そういう部分もあるんですけど、やっぱりこうしっかり手作業でされてるっていうその丁寧さが、そうですね、ちょっとすごいなって思いました。そうなんですよ、なかなかね、赤瀬さん、ありがとうね。はい、ちょっとこれ僕のちょっとあれだ、まあ、まだもう一個、はい、で2つ目、ちょっと待ってね、今これは反対じゃない、はい、どうも、はい、で2つ目がその、はい、やっぱりその材料の再生率の高さですね、はいはい、なるほど、あの
最初やっぱり規格外のものが出てきた時にもうそれは捨てて廃棄されてしまうものだと思ってたら、はいはい、そのやっぱりこういう風に集められて、うん、再び溶かされて、うん、ちゃんとまたガラス管としてその形成されるっていう、うん、そのやっぱりそういうところで廃棄が少ないっていうのはすごい、なるほどね、すごいなって思いました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、まあ、ガラスなんでね、溶かせばまた使えるんですが、まあ、このいろんな色ガラスを作る技術っていうのはね、我々もう70年近く研究して、まあ、安定的に供給できる色っていうのがね、色のレシピっていうのが僕ら持ってるので、まあ、それによって、我々の製品っていうのは、支えられてます。昨日なんかねちょっとコメントいただいた中でなんかいろいろご質問とかなんかここ見せてほしいよみたいなところがちょっともしあったら、コメントいただけたらそういうところに行ってみたいなと思うんですが、電波がちょっと悪いので、はい、まあ、そういう部分では広島のこれ紅葉堂さんの今ブースがあります、まあ、ここもビーズとはまだちょっと別の話ですが、今回ねこのお掃除ブラシというのがあります。まあ、我々広島でものづくりしている会社なんですが、広島の熊野筆も全国に名をとどろかすような広島の、代表的なものづくりのメーカーさんです。で、広島のものづくり×広島のものづくりということで、このお掃除ブラシのこのストラップの部分に今回は東方ビーズのストラップを、付けさせていただきました。この掃除ブラシこれすごいのがですね、ちょっと一回実験してみましょう。この先っちょがですねやっぱりこう、すごく柔らかくなってて、で毛先がすごく細かいので、まあ、ビーズ作品のこの間の作品をこのようにね飾っておられるときにどうしてもホコリがついたりですね、すると思うんですが、そういったときにこう優しくこう綺麗に取っていただけると、まあ、どうしてもやっぱりねで水分がするので、そういったところでこの今朝、紅葉堂さんの便利なブラシになっています。税込みで3,080円で、こっちはねこの豚の毛と、ヤギの毛というこの2種類あって、ヤギの毛の方がちょっと柔らかくて豚の毛はちょっと硬い感じですね。こんな感じになっています。でちょっとこの大きめのサイズこれがあるんですが、これはもう、面が広いのでいろんなところが、掃除していただけるんじゃないかなと思います。まあ、我々結構地元でいろんな取り組みをやってまして、地元の企業さんとコラボの商品を作っていこうということにも取り組んでいます。はいはい、今日は、今回このねナティオさんのブースも、一緒にコラボしてやってます。このね昨日ちょっとナティオの社長に聞いたんですけど、このスクモアイビーズっていうのはね、何年前かもう2年3年前かな、発売したされた2年前ぐらいかな発売された商品ですけども、今回はこの、花紅ビーズっていうのを、発売されてます。まあ、この中で僕ちょっと印象的だったのはこの、フタアイっていうのとですね、ぐるっと回っ、あ、こっちもフタアイですね。このフタアイというのはこの、まあ、紫なんですが、なかなか紫のビーズっていうのは、まあ、うちの中でもありますが、まあ、紫ってなかなか、種類が若干少ないというふうに僕らも言われます。まあ、そういう中で今回こういう、フタアイビーズ両サイドこれパープルですが、このパープルっていうのはこの、なぜ2って入ってるかというと、この、スクモアイビーズの紫と花紅のピンク
両方混ぜるとですね紫になる、まあ、その青と紺色と赤を混ぜて紫にするらしいですね。それを、紺色をちょっと多くするとこの、濃い紫になって、紅花の赤を、多くするとこっちの、ちょっと明るい紫になると。あ、そういう、バランスでこの二重っていうのは作られてるんだなっていうふうに聞いて、僕も改めてこの日本の伝統的なその染色の染色というかね技術っていうかですねいうのをすごく、勉強になったところです。はい、そんな感じで、東方ブースっていうのはそんな感じで、今そごうの9階の、催事場で、明日の、5時までですかねやってますんで、ぜひとも皆さん、ご来場いただけたらなと思います。うち以外にははい、グランちゃんですね。グランちゃん、チューリップさんのブースもあります。今一押しのグランちゃんセット税込み4,290円、グランちゃんがいます。グランちゃんの風船まであります。ちょっとなんかこれどっかで見たことあるよ。これグランちゃんなのかおばきゅうですかね。これちょっとおばきゅう的な感じですね。はい、なんとこのグランちゃんはホビー産業大賞を取られてる。こっちグランちゃんですか。これグランちゃんです。グランちゃんホビー産業大賞取ってんですね。いいなホビー産業大賞、いいですね本当。チューリップさんのブースがあります。あとはちょっとあまりお客さんを映すと怒られちゃうんで、顔を映さないように中園さん映ってもいいですね。はい、チューリップさんのブースです。はい、ぜひぜひ明日の5時までやってますんで皆さんよろしくお願いします。じゃあちょっとうちのブースに最後戻ろう。はい、うちのブースがこんな感じで、うちはまあこういうものづくりのポリシーでやってます。ぜひぜひ、まあ、東方ビーズをこれからも、あ、こっち逆に、ここだちょっとみんな映っちゃうから、こっちにしようかな。ちょっとずつ戻ります。定位置に戻って、はい。はい、戻ってきました。では、改めて。また明日も機会があったら、インスタライブやってみたいと思います。皆さん、さようなら。あ、なんかハートマークもでかいのが、ありがとうございます。ちょっと嬉しいですね、これ。よいしょ。ピンクですんでぜひこの、素晴らしさを皆さん体感していただけたらなと思います。はい、そういう部分で、今回こういう堂さんのコーナーがあります。こういう堂さんの、化粧筆のコーナー、今回あの3社コラボ特別にアウトレットコーナーもあるということですんで、こちらも、敬老の日のね、プレゼントに皆さんいかがかなと思います。はい、ぐるっと回します。はい、ということで、残り、今日はあと1時間ですが、明日から3日間まだありますのでぜひ、総合の、催事場の方にね皆さん来ていただけたらと思いますんで皆さんよろしくお願いします。お待ちしてます。。チャンネル登録お願いします。